の女子ワールドカップの準決勝で日本は川澄奈穂美選手の2ゴールの活躍などでスウェーデンに勝ち決勝進出を決めました。初の決勝進出そして初優勝を目指す日本、今大会初先発の川澄が起用に応えます。前半19分、三山からのクロスボールを川澄がねじ込みました。綾からすごいいいボールが来たので本当に合わせるだけでした。日本川澄のゴールで同点に追いつきます。後半は日本のペース、15分にはこぼれ球を澤が押し込み日本が逆転します。さらに19分、クリアされたボールを川澄が巧みなロングシュート、川澄のこの試合2点目でスウェーデンを突き放しました。日本はこれでワールドカップ初のメダルが確定、決勝は初優勝をかけて世界ランキング1位のアメリカと対戦します。選ばれた2チームしか勝てないピッチですし舞台なんで、本当に思い切って最後日本らしいサッカーをして楽しんでサッカーしたいなって思ってます。2得点を挙げた川澄選手の実家ではキャーですやったあんなに活躍してくれてもびっくりです。一番いいのはまたうちの子が点を取って一番綺麗なメダルを持って帰ってきてくれればいいなっていうふうに思いますけれども。試合が終わったばかりのスタジアムです。日本の決勝進出に称賛と驚きの声が聞かれました。もうちょっと鳥肌もんです。日本が勝ってすごい良かったです。決勝も頑張ってほしいです。日本は日本時間18日午前3時45分に行われる決勝で3回目の優勝を狙うアメリカと対戦します。